まずは里をまとめる里長、普賢さんの紹介だよ。里ではたたらば、つまり製鉄所の前に立ってるね。あれ製鉄所の前なんですね。さて、普賢さんは各地に名を知られた元ハンターで、50年前の百竜夜行を経験してるんだ。生き証人ですね。マガイマガドに襲われて、ボロボロにされた神楽の里を、強いリーダーシップで再建した里の頼れるリーダーだね。ゲーム中でも里の強者として大活躍してるし、開幕普賢、頭が。なお、見た目通り里でもトップクラスの大食いで、百竜夜行の非常事態の中で、砦に送られた食料を火の絵と共に食らい尽くしたんだとか。イビル城2頭ですか？あ、そうだ。言い忘れてたけど、この動画では全ての NPC に話しかけると取れる勲章、歩き疲れない下駄のフラグとなるキャラを全部扱っていくよ。え、そんなのあるんですか？そうそう、すべての NPC ということで、実は普賢さんの隣にいる愛犬のカエンちゃんにも話しかけておこうね。え？ガルクモですか？続いては、美人姉妹受付嬢、日の絵を紹介するよ。美人さん。日の絵と妹のミノトは、人間社会では結構珍しいと言われる、若い竜人族の女の人だね。そうなんですね。まあ、竜人族は人と比べて長寿だから、人間の基準で言えば、かなりの年齢になってるはずだけど、聞きたくなかったです。さて、お姉さんの日の絵は里のクエストを担当してるおっとりした方だね。里では子供たちとウサ団子を食べてる様子も見られるんだ。お姉さんらしいです。なお、細いけど食事量は半端じゃなくて、一度に50本のウサ団子を買うこともあるとか。あ、ちなみにこれ一人で食べるようね。病気になっちゃいそうです。竜人族の代謝は人とは違うのかもね。とはいえ、あの体型を保てるのは一体。そんな日の絵さんだけど、あらゆることへの才能が高すぎるよ。というと、まず受付嬢も有能でないと務まらないけど、オープニングで披露してる歌はうまいし、仮のお手前も、すぐに上位ハンターになれると言われるくらいなんだ。すごいですね。なお、本人は飽きっぽいとの自己評価で何も続かないんだろうけど、妹のミノト的には、天才すぎて何でもすぐ極めてしまう、とのことだよ。有能すぎますよ。続いては、敏腕おじいちゃん、加工屋の波紋。毎度おなじみ、装備の作成でお世話になるおじいさんだね。いつもありがとうございます。波紋さんも、50年前の百竜夜行を生き抜いた元ハンターで、かつてはライトボウガンを使ってたとか。似合いますね。引退後は鍛冶屋として働くんだけど、もともと器用な波紋さんは、すぐに一流の腕前となったんだって。天和に物を与えずじゃないんですね。見た目は、頑固なじいちゃんって感じだけど、ハンター時代から考え方は柔軟で、重ね着などの斬新なシステムも取り入れてるよ。男は黙って決めら、って言われなくてよかったです。でもちょっとセンスはずれてるみたいで、修練所のカラクリガエルは波紋散策だけど、イメージとしては、モンスターも恐れる最も恐ろしい造形、とのこと。あれがですか。とまあ、ちょっと可愛い面もあるんだよね。これがおじさん萌えですか。なお、小さい頃に噛まれた経験からガルクが苦手で、現役時代はガルクに乗った、普賢さんや五国様を走って追いかけたり、孫であるイオリ君の仕事を苦々しく思ってたりと、なかなかトラウマは消えない模様。犬に噛まれたらそうなりますよね。続いては、団子娘、よもぎちゃん。皆様ご存知、茶屋で働いてる子だよ。集会所に行くときに声かけられますよね。そうそう、いつも元気に接客してくれて、こっちも元気になっちゃうよね。歌もいいですよね。うまうまお団子の作り歌だね。そんな名前だったんですか。ちなみに、この歌が流れるお団子を作るシーンでは、投げた串で空中の団子を貫くという忍者めいた力を発揮してるよ。冷静に考えたら化け物ですよね。その力は百竜夜行でも発揮してて、強者で呼び出すことができるんだけど、速射砲でモンスターを蜂の巣にしてくれるよ。団子じゃなくてモンスを貫くんですね。しかも公式では、ヘビーボウガンを担いだよもぎちゃんの顔が大変なことになってることもあったね。可愛い顔が台無しです。とまあ、見た目に似合わず、戦いで頼りになりまくりのよもぎちゃんだけど、実は里の生まれではないらしいんだ。というのも、小さい頃にある竜人族のハンターから連れ出されたんだとか。しかも、とんでもない身分の出身らしく、過去に何があったのか不明だよ。よもぎちゃんにも大変な時期があったんですね。ついでに、餅をついてる茶屋の白玉、きな粉についても触れておこう。美味しそうな名前です。白玉、きな粉は茶屋で餅をついてるほか、うさ団子を作るときに色々作業してるね。迷惑役ですね。特によもぎちゃんとの連携は目を見張るよ。よもぎちゃんが投げる串に団子を合わせるコントロールから、飛んできた串をすべてキャッチするお皿の角度まで、かなり練習したんだろうと思われるよね。血の滲む努力が隠されてたんですね。続いては、ハンターライフの友、カゲロウさん。日の絵の向かいにいる竜人族の商人だね。お世話になります。顔にお札を貼ってるという怪しさ満点の商人さんだけど、
実際はそんなことなくて、里のために頑張ってくれる優しい人だよ。最初は疑ってました。でも、里に来たきっかけは商売ではないんだ。なんでしょう？実はカゲロウさんって元ハンターだったんだよね。それで故郷で大いなる災いと呼ばれる何らかの事件が起こった時、瀕死の状態でカムラの里にたどり着いたんだ。そんな重い過去があったんですね。そしてカムラの里での懸命な治療を受けて、なんとか一命を取り留めたんだ。それからは五穀様のアドバイスを受けて、商人の道を歩んでいったんだよ。セカンドキャリアってやつです。そうそう。恩義を受けたカムラの里を第二の故郷と思ってくれてて、百遊夜行では、再び故郷が失われることがないようにと、積極的に支援してくれるよ。頼もしいですね。なお、気になる素顔なんだけど、目撃者によるとイケメンらしいよ。実際没資料では、ちゃんとイケメンに書かれてるね。これは惚れるでしょう。続いて、メインではないけど、実はキャラが濃い里の NPC を紹介していくよ。まずは、リンゴ飴や、小水、幼女、郵便屋の隣でリンゴ飴を売ってたり、時には日の絵の隣で団子やおにぎりを食べてたりしてるね。可愛いですね。そんなけなげな小光ちゃんなんだけど、主人公にある残酷な依頼を出してくるんだ。何でしたっけ？それが、ガスを出す文具人な眠るアワシラの写真が欲しいってやつだね。アワシラさんはまだ撮る機会を作りやすいけど、文具人に至っては、ぶん殴って爆発させてから撮らないといけないっていう。え？小光ちゃん。しかも実は、狩猟センスに光るものがあるようで、特訓をつけた写し教官は、小光ちゃんのセンスに腰を抜かしたんだとか。こいつ、恐ろしい子。ということで、狩りのセンスがあって恐れ知らずな、小光ちゃんの狩りデビューも、近いうちにあるのかもね。えげつない狩りしそうです。続いては、おにぎり屋、聖白くん。加工屋の向かいか、小光ちゃんと一緒にいることが多いね。やんちゃそうです。そうそう。やんちゃ坊主なんだけど、ある人の前ではかなり弱いんだ。あ、それが小光ちゃんだね。ほぼ公然の秘密なんだけど、小光ちゃんのことが好きなんだよ。かわいい。でも、好きになったきっかけが、退社後で泣いてた聖白くんを、小光ちゃんが励ましてくれたからってことで、弱みを見せちゃった聖白くんは、なかなか素直になれないんだ。甘酸っぱいですね。そんな中、主人公が最終決戦に行くときに、主人公が帰ってきたら告白すると、決心するんだよね。おう。まあ結局、主人公が帰ってきても、今の関係を壊したくないとか言って告白しなかったんだけどね。ああもどかしい。さて、続いては、自宅近くで食料を売ってる NPC をまとめて紹介するよ。毎度あり。まずは、魚屋のカジカ、全裸のアイルーだね。そう言うと変態っぽく聞こえますが、魚を取るため水に入るから着ないんだって。そんなヌーディストなカジカは、とにかく魚への執着が強くて、里の人々に魚を食え、と勧めるよ。魚食べろ。なお、全裸なのを生かして、主人公の家の風呂を借りていることもあるね。どこまで自由なんですか。続いては、八百屋の若菜、聖白くんのお母さんだね。たまに息子を怒ってる様子が見られるよ。お母さんもいた。若菜さんもカジカ同様、なぜか野菜を押しまくってて、聖白くんのおにぎりを買うと、漏れなく野菜がサービスされるんだとか。めっちゃお得じゃないですか。そして最後に、米国屋のせんなりと鈴狩り。カゲロウさんの店の近くで、夫婦仲良くお米を売ってるよ。この夫婦もまさか。そう、そのまさかで、ちゃんとお米を食べろと圧をかけてくるよ。お米食べろ。ちなみに夫婦別で、リンゴ飴や、魚や、傘屋にいることがあるから、勲章を集めようと思った時に注意が必要だね。了解です。続いては、先輩ハンター。羽長さん。音も広場に渡る橋の前にいるね。微妙に遠いですね。羽長さんはカムラの出身ではなくて、客として休暇を取ってるんだけど、里に愛着が湧いたという理由で、百遊夜行の防衛にも参加してるんだ。ありがたいですよ。そして主人公にとっても、頼れる先輩でもあるんだよね。大かけり虫。そうだね、主人公に大かけり虫をプレゼントしてくれるんだ。設置するとフィールド移動が楽になるから、積極的に羽長さんに話しかけようね。これだけ頼りになるなら、そりゃ狩りも有能なんでしょう。いや、それが実は、羽長さんは今まで数回しか狩りに行ったことがないらしいんだ。え？一緒に狩りに行こうと誘われてるんだけど、その時も簡単なものじゃないとダメらしいよ。サイスクエとかですかね。続いてはハモンさんの隣にいる二人の NPC を紹介するよ。一人目が加工屋見習いの見幅だね。全然印象ないですね。それもそのはず。過去作ではブブの加工と購入が別の窓口であることが多いんだけど、今作ではハモンさんが全部引き受けてるから見幅には仕事がないんだ。見幅さんかわいそす。というわけでただ立ってるだけのキャラとなってしまってるね。見幅さんに仕事を。ちなみに日の絵に恋心を抱いてるようだけど、全然アタックしてないらしく、聖白くんと小光ちゃんにキャラを奪われてる模様。気の毒です。そして左手にいるのは、お供加工屋の福良だね。
ちょっと子供っぽくて可愛らしいアイルーだよ。何かとお世話になってます。師匠であるハモンさんのことを尊敬してるみたいだけど、お弁当を持ってき忘れた時にハモンさんに弁当を分けてもらったという、ちょっとドジなエピソードがあるよ。あら可愛い。ちなみにとても美味しかったらしいけど、それってハモンさんかイオリくんが作ったんだろうか。どちらにせよ萌えですね。続いては、米国屋の前でガルクを連れてる男性。ガルクマスターの犬飼いさん。ガルクマスター？ガルクをこよなく愛する人みたいだね。ちなみにイオリくんの両親の知り合いで、とても尊敬されてるよ。さすがマスター。ガルクマスターを名乗るだけあって、ガルク愛に満ち溢れてて、音もガルクの布教のために、いろいろと広報活動をしてみたり、猟犬具を開発したりと、かなり頑張ってるみたいだね。マジで広げようとしてますね。主人公も手を貸すことで新しい猟犬具を使えたりするから、ぜひ不況に協力してあげよう。よろしくお願いします。そして隣にいるガルクは豪華といって、お供ガルクの適性がなかったらしく、犬飼いさんの隣に連れられてるよ。そんなガルクもいるんですね。この子もまた勲章のために話しかけるべき NPC に入ってるから、ちゃんとコミュニケーションを取っておこうね。地味に引っかかりそうなところです。続いては、笠屋のひなみさん。里の入り口となる橋の近くで傘を売ってるよ。お土産的なやつですね。ただひなみさんの仕事はこれだけじゃないんだ。どういうことですか？実はもう一つ、里の門を閉める役割を担ってるんだ。あんまり必要なさそうです。実際なかなか閉める機会がないらしく、夜中こっそり閉めてみたところ、でかい音がしてめちゃくちゃ怒られたんだとか。悲しすぎ。あとそれに関連して橋を落とす仕事も請け負ってるね。橋を落とすですって？実はカムラの橋は、やり方一つで簡単に崩れるようになってるんだ。これと門を利用して、モンスターの襲撃があった時に、カムラと外を行き来する手段を断つ、そんな重い仕事を彼女は担ってるわけだね。急にものすごい仕事人に見えてきました。続いて屋根の上では、医者の前置さんが寝てるよ。カゲロウさんのセールの時に何かを鳴らしてるアイルーだね。あの猫さん医者なんですね。そうなんだよ。でも、カムラの人たちはみんな健康らしくて、前置さんの仕事はないみたいなんだ。お団子の力。そんな不遇な前置さんだけど、その腕は確かなもので、実は瀕死のカゲロウさんを助けたのは、この前置さんなんだよ。さっきのお話ですね。しかもそれから何か時をかけてて、セールの時には手伝ったりもしてるんだ。アフターケアも忘れない、人格猫ですね。続いては、船着き場で働く NPC を、二人と一匹紹介するよ。仲良しトリオですか。まずはアイルーの怒りさん。かなり真面目に働いてるらしくて、里を移動して回ってて、なかなか船着き場では見られないよ。追いかけっこですね。でも、よもぎちゃんの茶屋で、ゆっくりしてることもあるから、猫さんが息をついてたらチャンスだね。話しかけておきましょう。そして、お次は釣り木さん。カゴを持って、里を南から東に移動してる人だね。なんか見たことあります。なお、東のお供広場まで来た後は、瞬間移動で船着き場まで戻っていく模様。そこはゲーム的なお約束です。そして最後は小柱さん。この人は船着き場固定だよ。マネージャー的な人なんでしょうか。そうかもしれないね。そして小柱さんには詳細があるらしいエピソードがあるよ。なんでしょう。うつしさんが作っていた売り物のお面は里では全く売れず、というか売り物と思われてなかったんだ。ひどい。ところが小柱さんが外の商人に見せたところ、それが好評で輸出してみたら爆売れしたみたいなんだ。共感報われましたね。続いては茶屋にいる NPC をご紹介。まずは歌好きのシーカさん。茶屋の向かいに座ってる人だね。風流な人もいるんですね。しかし、このシーカさん、センスがあまりに微妙なんだ。あの優しい五国様でも、うまくフォローできてなかったっていうね。五国様？また、シーカさんは里森でもあって、ハンマーを担いでるんだけど、百竜夜行の時に、間違えて五国様を吹っ飛ばしたことがあるそうな。果たして本当に間違えたのか。続いて、ハンター見習いの大使くん。どうやら主人公の後輩らしくて、とても慕ってくれてるよ。かわいいやつめ。でも、毎日頑張ってるようなんだけど、かけり虫をうまく使えなかったり、うつし教官のすねを気で打ったりと、まだまだ未熟なようだね。あらあら、大丈夫でしょうか？まあ、主人公もそういう時期があっただろうし、今後の成長に期待しよう。頑張ってくださいね。さてお次は、普賢さんの前にいる、郵便屋の千里さん。ダウンロードコンテンツの受け取りや、オンラインの入室などでお世話になるハンターも多いだろうね。いつもお世話になってます。しかも、一部ダウンロードクエストは依頼人が千里さんになってて、仕事の斡旋までしてくれてるっていうね。役割が広いですね。ただ、それだけにちょっと残念なのが、これらの機能は、千里さんに話しかけることでのみ、使えることが多いんだ。つまり、仲介所にいても、話しかけに行かないとダメっていう。確かに。若干面倒だから、郵便機能の移設を検討願いたいね。わがままですけどね。
続いては、自宅にいる NPC をまとめて紹介するよ。まずは、太鼓持ち。ルームサービス。自宅で、音の広場とかのあれこれを中継してくれるよ。なんてありがたい。とまあ、歴代ルームサービスと変わらないから、取り立てて語ることはないんだけど、特徴として主人公をやたら持ち上げる、というのがあるんだ。まず主人公が全ハンターの頂点に立つ存在、なんて言ってみたり、カムラの環境や人の良さを、主人公を持ち上げるための出しにしたり、なぜそこまで褒める？ってくらい褒めるんだよ。悪い気はしないです。ちなみに集会所にいるルームサービスとは、一応別猫な模様。全く違いが見えません。そして実は、もう一匹猫さんがいるんだよね。え？もういませんよ。ところが、この掛け軸を調べると、何かいました。実は情報屋の不可思議が隠れてるんだ。自宅にそんなのいるとか嫌ですね。不可思議は、里でもごくわずかな人しか知らない、極秘の情報を教えてくれるよ。プレイヤーからしたらありがたいです。でも、ゲームをクリアしちゃうと、2種類の情報しか教えてくれなくなる模様。情報屋とは？それじゃあお次は、集会所の面々を紹介していこう。待ってました。まず集会所に入ると、ギルドマネージャーの五穀様がお出ましだよ。鉄かぶらの妖怪、鉄火ちゃんにまたがって、お団子で遊ぶ様子はインパクトが大きいね。偉い人には見えませんでした。ところが五穀様も、50年前の百竜夜行を生き抜いた元ハンターで、当時は鬼ガエルのごとしと呼ばれるくらい、ものすごい実力者だったらしいね。そうは見えませんが。まあ今はそうは見えないよね。ちなみにその時、ギルドといろいろ交渉をしてた結果、コネができてギルドマネージャーになったんだ。有能じゃないですか。しかも集会所のモンスの絵は、五穀様が描いてるという設定で、マルチプレイで使えるスタンプなんかも、彼の作品なんだ。たまにはじっくり眺めるのも良さそうです。ちなみに主人公のことは、赤ちゃんの頃から知ってて、おむつを替えてあげたこともあったとか、里らしいエピソードですね。続いては、ツンデレの申し子、ミノト。集会所のクエスト受付をしてるよ。クールビューティー。お姉さんと違ってクールな感じだね。でも本当は優しさに満ちた人だよ。里の人はわかってますよ。ミノトは、お姉さんの天才ぶりをそばで見てるから、とても深く尊敬してるんだ。まあ、ちょっとシスコン入ってるけど、溺愛してますね。でも、一方で近くにそんな人がいることで、自分への評価が低くて、コンプレックスになってたんだ。そんなことありますあります。でも、ある事件によって、姉と共鳴を起こし、ある意味、姉と肩を並べたことがあまりに嬉しくて、コンプレックスを解消できたみたいだね。あれは肩を並べたと言っていいんですか？なお、絵を描くことが趣味らしいんだけど、その腕前は、これは味がありますね。ただ日の絵を描くときだけは、急に上手くなるから、実はかなりのセンスがあるのかも。愛がセンスを上回ってます。ちなみに仮の腕も相当なもので、ランス一つでとんでもない風圧を巻き起こすんだ。そのままハンターになってもらいたい逸材だよ。赤ムさんかおまけですね。続いては、な上位ハンター。あやめさん。集会所のテラスにいる、ナルガ装備の女の人だね。ナルガ装備だなんてわかってますね。でも、今は仮で重い怪我を負ってしまい、一応生まれ故郷であるカムラの里で療養中なんだ。私が見ましょう。もともと体験やハンマーなど大物を担いでいただけに、怪我してからは無気力に過ごしてるんだけど、カムラの里の人は優しくて何かと気にかけてくれてるようだね。あったかいですね。そして終盤ではミノトがリハビリ用のクエストを用意してくれたり、ハモンさんがこさえたライトボウガンがあやめさんにハマったりと、里の後押しを受けて現役復帰を決意したんだ。おお、近いうちに軽量武器で活躍するあやめさんの姿が見られるかもね。おめでたいですね。続いては、熱血忍者。うっし領館。集会所のテラスか、屋根にいるね。チュートリアルでお世話になりました。うっし領館は教官という名の通り、後進の育成をしてるけど、里では偵察任務なども担当してるよ。ナルハタタ姫が無事倒されてるか、竜宮城跡まで見に行ってたのは有名だね。忍者みたいですね。忍者っぽいのはそれだけじゃなくて、百竜夜行で強者として呼び出すと、鉄柱子でモンスをそういう待機状態にしてくれたり、モンスの鳴き真似が得意で、披露したら本物と間違えられて、服属に攻撃されたりとか、忍者エピソードにこと書かないよ。2個目は果たして忍者なのか？とまあ、ここまで聞けば、クールなイメージでいけそうだけど、ここからがうつしさんの残念、いや、愛らしいお話で、とにかく弟子への愛情が半端じゃないんだよね。これがなければかっこよかったのですが、集会所に入ると、手を振って挨拶してくれるし、スルーされれば、しょんぼり。百竜夜行で呼び出したら退場してなお、まな弟子に話し続けるという、めちゃくちゃ熱苦しい人物なんだよね。嬉しいですけどね。なお、近くにいるあやめさんによると、黙っていれば美形とのことで、喋ったら残念の典型なわけだね。残念なイケメンでした。続いて集会所に入って右手には、集会所案内人の花森さんがいるね。
後ろのお面が怖いです。これは写し共感作だよ。全然売れてないらしいけど、普通に欲しいです。さて、花森さんはその名前の通り、里の桜の手入れをしてる人だよ。花が綺麗なのは彼のおかげなんだろうね。こちらにも風流な人がいましたね。なお、百竜夜行の危機が去った後は、主人公の名前を付けた木を記念植樹しようかと提案してくるよ。ぜひぜひ。続いて、集会所の茶屋に目を移すと、お手前さんがいるね。お手前さんは、よもぎちゃんの師匠にあたるアイルーだよ。団子作りのお師匠様。ちなみに、うさ団子の製法は同じなんだけど、二人が作るお団子の味は少し違うんだとか、食べ比べ希望します。さて、お手前さんは、お団子を作るだけでなくて、お団子の改良やら材料の仕入れやら、掃除やら新作の開発やら、相当忙しいらしいよ。いたわってあげてください。ちなみに、集会所でトップクラスにお世話になる、雑貨屋のマイドさんも、実は、もともと茶屋で働いてたんだ。ええ、でも、人手が足りないからと、雑貨屋をやらされる羽目になったんだって。ここでも人手不足が深刻なんですね。マイドさんは、自分で雑貨屋を切り盛りする大変さを痛感しつつ、主人公のグッズを売り出して、人儲けしようとするしたたかな面もあるよ。意外と商売の才能ありですか？さて、集会所に入って左手側には、太鼓演者のドンとドコがいるね。団子を食べるときに一瞬だけ、ドドンと演奏してくれるよ。妙な存在感ありますよね。彼らは厳しい修行を乗り越えた、伝統ある太鼓奏者で、ドン、ドコの名前は世襲みたいだね。歌舞伎役者みたいです。普段は集会所の BGM、勇ましかりうどに合わせて、気持ちよく太鼓を叩いてるんだけど、実はこれ、落とし穴があってね。なんでしょう？ BGM を勇ましかりうど以外にすると、休憩しちゃって話しかけられないんだ。会話すら拒否ですか？そうなんだよ。まあ、太鼓を叩いてる時も、あまり会話してくれないけど、これがちょっとした地雷になってるんだ。だから、勲章を取りたい時は、曲を勇ましかりうどに戻しておこうね。これで詰まった人もいそうです。続いては、準備室のカップルチャンネル。中野とこじり。このカップルチャンネルが一番好きです。加工屋の中子については、こちらがいろいろ考えてる時に煽ってるかのようなセリフを吐くことで、鬱陶しい NPC に挙げられちゃってるね。皆さんのお気持ち、わかりますよ。でも、中子は、ハモンさんでも考えつかなかったという、重ね着の技術をカムラにもたらした、全オシャレハンターの恩人でもあるんだよね。もう二度と悪口言えません。とまあ、装備に関しては、師匠にも並ぶ技術を持つんだけど、実は生活スキルが、絶望的なんだ。職人肌なんですね。そんな中子を支えるのが、隣にいるお友加工屋のこじりさん。二人は一緒に住んでて、こじりさんが食事を作ってあげるんだとか。優しいですね。中子も、こじりさんを助けようといろいろ作るんだけど、その高すぎる加工技術のせいで、かえって邪魔しちゃうんだ。例えば、研ぎ澄まされた包丁は、まな板どころか台所を切り裂いたとか。器用なのか不器用なのかわかりませんね。もちろんこじりさんは愚痴るんだけど、自分を思ってやったことだから、その気持ちは嬉しいとのろけ、嫌気持ちだけは受け取っておく模様。相思相愛ですね。続いては、お供広場に場所を移そう。まずお供広場には、百竜夜行でも活躍するイオリくんがいるね。主にお供として働きたい、アイルーやガルクの斡旋をしてるよ。イオリくん。ちなみにイオリくんは、家族構成が割とはっきりしてて、ご両親はなんと、ガルクの素晴らしさを布教しに、カムラの里を離れてるんだ。溢れるガルク愛。ライズで初登場して、その機動力と愛くるしさから、ハンターを虜にしたワンちゃん。次回作以降でも使えるかどうかは、彼の両親にかかってるね。頼みましたよ。そしておじいちゃんはハモンさんだね。犬猫と戯れる軟弱者と心配してたけど、ストーリーが進むにつれて、イオリくんのことを見直すようになったよ。イオリキュンかっこいい。この調子でハモンさんも、いつかガルクに乗れるといいね。孫と二人乗りとかしちゃったりして。そしてお供広場にはもう一人、超重要なキャラ、ロンディーネさんがいるね。異国情緒。ロンディーネさんは交易商人として、カムラの里に滞在してて、ハンターを助けてくれるんだけど、実はもう一つの顔があるんだよ。スパイですよね。あ、やっぱりバレてるんだ。実はロンディーネさんは、ある国の女王の特命を帯びた騎士で、優れた製鉄技術を持つ、ハモンさんをスカウトしに来たんだよね。てかハモンさんすごすぎません。それと相当な腕前を持つハンターらしく、噂だとアワシラをワンパンしたんだとか、ただものじゃないですね。まあ、ただならぬ雰囲気は消せなくて、カムラの住人には素性がバレバレ、目的に気づいてないふりして、泳がせておこうと言われるほどだよ。逆に気を使われてる。でも、里の人が追い払わないのは、この人が悪い人ではないとわかってるからだね。里に百竜夜行の脅威が近づいた時も、故郷から援軍を呼ぼうとしてくれたんだ。いい人じゃないですか。そしてサンブレイクでは、主人公を手助けする役割を担うようなんだ。どうやら彼女の仲間も登場するみたいだし、ますますの活躍に期待だね。お世話になります。
また、ロンディーネさんのお付きである、アイルーのカナリーノと、チーニョも外せないね。あ、2匹いるんですね。そうそう。地味な場所にいるから、ついつい見逃しがちなんだよね。もしかして一度も話したことないかも。この2匹は、ロンディーネさんと同じく、交易商人として、世界中を回ってるみたいだね。ロマンがありますね。そしてその証拠として、チーニョが解体をじっくり見てみると、なんと歴代モンハンで行けた場所が描かれてるよ。ちょっと見づらいかもしれないけど、古参ハンターはぜひチェックしておきたいね。これはモンハンファン大歓喜です。続いてお供広場には、かつて不言さんのお供アイルーだった小枯らしさんもいるね。今はお供隠密隊の仕事をしてるよ。黒子猫さん。なお、不言さんとは50年の付き合いとのことで、小枯らしさんもリアル猫を余裕で超えるご高齢ということになるね。アイルーって長生きなんですね。なお、その実力はまだまだ衰えてなくて、里のアイルーが束になってもかなわないし、でかいセンスで隠密隊を上空に吹っ飛ばすよ。強すぎー。他にも現役で百竜夜行の偵察に行ってて、現役に席を譲る気が全然ないね。お供に来てほしいです。まあ、仮についてはもうやってないようだけど、主人公の活躍を見てハンターの血がうずいてきたらしく、仮友でもある不言さんや波紋さん、五国様を誘って、また仮に行こうか悩んでるね。元気ですね。しかも他のメンバーも割とやる気だから、近いうちに本気で行っちゃうかも。なんでしょう、負ける気がしません。そして入り口近くには、お供広場の管理人であるシルベさんがいるね。お供の特訓を担当してるよ。そんな名前なんですね。まあ、地味といえば地味かもね。でもプレイ中は存在感がでかすぎるんだ。どうしてですか？それはお供チケットをくれるからだよ。何回か借りに行ってると、すぐお供広場に黄色い吹き出しが出るよね。これはシルベさんが出してるんだ。無害だけど気になるやつですね。お供広場の大体の用事は、ルームサービス経由でなんとかなるけど、これは直接もらいに行かないといけないよ。こういうのを拾わないと気が済まないハンターだと、たくさんお世話になっちゃうね。気にしすぎない方がいいかもですね。そしてお供広場から船を渡ると、修練所に到着だよ。武器を自由に試せるから、連携やカウンターのタイミングとか練習していってね。あまり使ってないですね。さて、こんな場所にも管理人の石英さんがいるね。お勤めご苦労様です。石英さんに話しかけることで、修練所での細かいルールを設定できるよ。自由にいじくりましょう。ちなみに、主人公はここで修行をつけていたという設定があって、石英さんは主人公の成長を見届けてたってことだね。感慨深いでしょうね。なお、修練所は練習以外で行くことがないから、石英さんは愚か。修練所という場所そのものが空気になってる可能性があるから、勲章を集めるときは彼にも欠かさず話しかけておこうね。成長した姿を見せておきましょう。いやー、魅力的なキャラが盛りだくさんでしたね。いわゆるモブまで細かい設定が作り込まれてるってすごいよね。皆さんの好きなキャラがいたらぜひ教えてくださいね。右上の Twitter のフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。